防御力2049、回心率77、ダメ168。まあいいでしょう、 77% あればガチカチーナでいくわ。チーム編成カチーナ勝利になるな。ゴローだよな、岩バフと防御力といえば。ゴロ、あ、いた、ゴロ、ゴロを。で、まあ、ダメバフって言ったらフリーナか。まあ、ちょっとフリーナのテンション上げるの大変そうだけど、まあ、うまいこと。オーケー。じゃあ、ちょっとカチーナダメージ見てみよう。ワクワク。ガチーナ。ガチのカチーナ。ガチーナ。ガチーナいきます。ヒルチャールを踏み潰す。あ、ダメージ出てるな。8600は高いぞ、チナ。え、これ、岩共鳴発動させるやん。あ、ちょ、スキルクレタイム長いんだよな、カチーナ。ゴロでワフも入れる。いくで。爆発。6番いや、まあこれぐらい入れるよな。そうだよな。あ、おもろいな。やっぱ岩パーで使うとパワー出るな。ここまでいけばやっぱ楽しくなるな。ガチーナシールド貼って進軍。くるタイム長。ガチーナくるタイム投げ。スキル2万ダメージぐらいスタンプで出るんかな。出るね。あ、ちょ、貫突効果見たい。カチーナの。なんだっけ、シールドを貼り直したらいい。シールドを貼り直したらいいんだっけ。こう置いて、フィールド上にいるチームのキャラが、のシールドが交換または破壊された時、岩ダメージを与える。あ、これか。今勝手に、ダメージ出たもんな。5秒に1回なんで、ちょっと5秒待って、シールド拾う。シールド拾う。おー、1万6000出るわ。これ。あ、今ダメージ出たよね。あ、控えにいながらこれが発動するなら、あと貫突効果としては強いのかな。まあ、私がカチーナ使うと大体こんぐらいになりましたって感じ。やっぱ螺旋はきついと思うけどな。いけるかな螺旋はきついな、さすがに。まあ、サポーターサブアタッカーだけど、だファルザンぐらい強かったら多分いけんねんけど、そこまでではないかな。さあ、勝利でシールド張ります。ゴローで爆発使います。フリーナでテンション上げます。で、カチーナで、採掘スタート。ドン、ドン、3万2000。もう一回、もう一回、もう一回、乗って。3万ダメージぐらいかな、私が本気出して。なんかビルドが本当に強い生物とか揃ってる人は4万ダメージぐらいいくかも。爆発。で、スキル。いいね、楽しいな。ちょっとクールタイム長い。カチーナ。クールタイム長いのだけ気になるな。メインアタッカーは、そこの点で厳しいのかもしれない。難攻不落。あ、ちょ、タルパ体力多いしな。まあ、大体こんなもんって感じですね、カチーナ。あ、10万出るやん、爆発。強っ。あ、でも70族だもんね。天理チョーク。うん。俺につけ。え、で、サブアタッカーとしてはどれぐらい強いんだろう。まあ、ちょっと一回出ますか。まあ、どう？私が言った通りになったくね。カチーナ、螺旋12層余裕だよってコメントあったけど、多分ね、だから余裕ではない、やっぱり、さすがに。その、ガチ、本職の岩元素メインアタッカーの荒滝とか、ナビアとかに比べたら、そら、きついわ。あ、でもなんかちょっと優しめの螺旋が来た時とかだったら、まあ、カチーナ軸でもいけんのかな。さすがに、まあ、メインアタッカーだと、メインアタッカー張るのは厳しいかな。いいぐらいのダメージは出るけど。パーティーが、やる、ガチパだったらナビア。思い立った。で、ナビアって、残り2人が炎、水、氷、雷だと、固有テンプ相互連携ネットワークで攻撃力が確か 25% ぐらい上がるんだっけな。あ、40% 上がるのか。やばいな、これ。なんで、まあ、ナビア使うなら、パーティー2人は炎、水、氷、雷が良くて、で、ナビアって攻撃力使うキャラだから、やっぱベネット欲しいんですよね。固有テンプ相互連携ネットワークのために、炎、水、氷、雷が欲しい。で、ナビアは攻撃力使うキャラだから、まあ、で、ヒーラーにもなるし、ベネットが欲しい。ベネットと相性がいいサブアタッカーでシャンリンが埋まって、多分これがガチ、一つのガチパになると思うんですけど。みんなは俺が、これ、あ、これ水の結晶化になるやん。あ、でもナビアにバフ入るからよし。
お前はもう死んでいる。あ、回避、回避じゃなかった。あと何発でしょ。57番。ナビアがバカ火力すぎる。熱々でしょ。あ、ちょっと待って、夜魂の加護状態ってさ、右にゲージが出んのこれ。みんながそばに。あ、今気づいたわ。あ、そうなんだ。で、カチーナがスキルポンってやるやん。で、キャラ切り替えるやん。そしたらなんか、ここ、カチーナの下にさ、体力ゲージの下にゲージあるやん。あ、控えにいるキャラの夜魂値って見れんだ。師匠の技を食らいなさい。あ、これ便利ね。また、知らなんだ。ローズクラッカー。みんなは俺が。これもう夜魂値使うサポーター絶対いつか出すって伏線じゃん、こんなん。気づいてなかったんや。いやだって そんなんカチーナをよく使う人しか気づかなくね。え、これでかいね。これあの何、味方の夜魂値のゲージが見れるってことはスキルがどれくらい続くか分かるってこと。だからカチーナのスキルそろそろ消えるなとか分かるし、あとまあどっかこれからの将来や味方の夜魂値のゲージを使ってなんやかんやするキャラが出てくる可能性があるね。本来別に見せなくてもいいからさ、夜魂値ってぶっちゃけスキルの持続時間みたいなところあるから。なんか味方の夜魂値をめっちゃ回復できるキャラとかでもナタキャラをさらに強くするキャラだけどありそうかも。なんか味方の夜魂値のゲージを回復するキャラとか、なんか夜魂値のゲージの長さでなんやかんやするキャラとか、フォンテーヌで来た命の契約みたいな感じで、命の契約使ってなんやかんやするキャラが来るみたいな感じになりそう。やっぱいいね。あれやっぱベネット激浪だわ。気をつけないと。あと何発でしょ。はい、初手でショットガンちょっと使っちゃって。燃えろ。ベネットエネルギー溜まる？溜まんねえか。危ねえ危ねえ危ねえ、死ぬ死ぬ死ぬ、回復回復回復。これって三段銃？ファイヤー！ファイヤー！で設置して点火輪切って。ナビアショットガン265,000、シールド破壊55万。近づかないでね。このパーティー強っ。100万。ナビア100万。まあまあレガトゥスがシールド剥がれたら耐性下がるのか。でも気持ちいい。ナビア100万ダメージ出たよ。100万点ダメージだ。やべえ、このパーティー気持ちいい。どうでしょう皆さん、ナビカチベネシャン、ぜひ使ってみてください。どうもです。こんちゃちゃです。ネルメロと申します。突然私を呼ぶなんてどうしたの？もう見た目も好きだし、ずっと前から大好きだから。実はね、私も同じだよ。